今年の株式投資で、特に投資信託界隈で話題をさらったのは、なんといってもアイフリーレバレッジナスダック、通称レバナスではないでしょうか。67歳、定年退職者がこのハイリスク、ハイリターンに挑んだ、その結果、知りたくないですか？知りたいですよね。はい、こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは定年退職後のお金事情や暮らし方について私の体験からお話をしているチャンネルですが、今日は前回に引き続き投資のお話です。67歳の投資、2021年の反省会の第3弾ということで、満を持して今年1年の一番人気、レバナスについて私の経過と結果を公開していこうと思います。最後に新年に向けてレバナス投資の方針もお伝えしていきますので、もしレバナスにちょっとでも関心があるよという方は、参考になるかな最後までご覧ください。では早速経過と結果をお伝えしていきましょう。私のレバナス投資は以下のようになっています。レバナスのチャートを見ながらご覧ください。はい、これがアイフリーレバレッジナスダック100のチャートになってます。この一番上のこれがですね、一般的なレバナス、一般的なチャートです。で、真ん中のこれが私自身のトータルリターンになってます。そして一番下、特にオレンジの線を追ってってください。私が資金を投入した時が、このポッと上がってるところがお金を入れたことになっています。はい。その3つのグラフを見比べながら行きたいと思います。はい。私はですね、5月の11日、はい、ここ見てください。5月の11日に1000円から始めています。そしてずーっとお試し期間が続いて、ちょっと本格的にやってみようかなと思ったのが、この8月、このあたりです。ご覧のように設定来高値になっていますね。ですが、その時の判断として、今は最高値であっても、今後はここが、いずれ最安値になっていくだろうという見込みで、本格投入をしました。はい、オレンジの下のグラフご覧ください。ここで50万投入です。そして、今後は、まあ、今年いっぱいですけれども、10万ずつ毎月入れていくという方針を立てましたので、8月のちょっとだけ下落した、ここですね。ここで、はい、下のオレンジのところ見てください。10万、入れました。そして9月はですね、ここで当時の設定来高値をつけた後、ぐんぐん下がりましたので、自分で下がったなと踏んだ、この9月の21日です。ここで9月分の10万を入れました。ですが株価はさらに下がり続けましたので、10月の月をまたいで、ここですね、10月の1日、ここで10月の分を10万入れました。で、その後は、上のチャートと一番下のオレンジの線ご覧ください。その後はずんずん上がり続けましたので、買うチャンスがなくて、私も追加購入をしないでずっとここ直線できています。ただし真ん中のチャート見てください。何も追加投入しませんが、こんなにも利益が上がってるんですよね。または下がってるんですよね。はい。そしてここに来てようやく落ち始めましたので、11月の分を、はい、ここで購入してます。まあ、最安値ではなかったですけれども、それまでずんずん上げてましたので、下落した、ちょっと安値圏になったところで買いました。そしてさらに株は下がり続けましたので、月をまたいだこの12月。12月の分、ここですね。ここで10万を入れて現在に至ってます。まあ、12月の最安値ではありませんが、ここが最安値ですよね。はい、見ていただいたように、最安値ではありませんが、ほぼ最安値圏で購入できています。毎月10万ずつ購入していますが、
ご覧のように定期積立ではなくて、その月の安値券で買うという方針なので、購入時期は不定期になっています。しかし、毎月1回は購入するという原則を立てていましたので、買いそびれることもありませんでした。結果、まあ良かったかなということになりますかね。最安値を予測するのは、投資のプロをもってしても不可能ですが、その月の安値券をつかむことなら、素人の私でも可能です。いや、最近めっちゃ下がってるじゃん、くらいは、どんな素人でもわかりますよ。毎月、なので、めっちゃ下がってるじゃん、このタイミングで買うということです。淡々と積み立てていくのも良いですが、安値券で毎月の決まった金額を投資する。こちらの方がいくらかでも安く買えますよね。ということで、12月24日現在のレバナスの結果は次のようになっています。投資金額100万8000円、評価額114万7411円、トータルリターンは13万9411円、リターン率は 13.83% です。これが高いと見るか、大したことなかったと見るかですよね。まあ微妙なんです。ちなみに同時期に始めた普通のダスダック100のリターン率は 13.32% でした。リスクを取ってる割にはほぼ変わりないですよね。まあ参考までに言いますと、投資期間は違いますが、オールカントリーは 12.57% です。これでは高いリスクを取っている割に大したリターンがなかった。そんなレバナスに入れる価値があるのかという結論にもなります。ただ、これは今年の5月からの結果で1年間に満たないものですので、レバナスの本領が発揮されていないかもしれません。なので、来年はもう1年レバナスに積み込んでみようかなと思います。そして、どのようにレバナスに投資していくかということですが、チャートをご覧ください。はい、これがアイフリーレバレッジナスダック100の3年間のチャートになっています。ご覧のように、右肩上がりに基本はなっているっていうことがわかります。それをちょっと年間単位で見ていきます。はい、これは2019年の1年間のチャートになります。2019年の1月がここになります。1月4日7352円でこの年はスタートしています。で、19年の終わりがここですので、12月30日が14,068円になっています。年の初めがですね、一番の最安値でした。はい、これが2020年の1年間のチャートになります。2020年はここからスタートしてます。14,146円のスタートです。2020年は年初よりも下落した時期はこのウイルスの大暴落の時期ですが、その後も挽回しています。その後、なんとかショックといって、何回も暴落というか下落局面がありましたけれども、ご覧のように、年初、一番下落したこういうような時を見ても、年初よりは高くなっています。はい、これが2021年の今年の1年間の値動きを表すチャートになっています。1月1日、ここから1月4日ですか。ここから始まりました。27,100 円から始まりました。その後、ご覧のように何回かえぐれている、まあその場その場でもって急落とか暴落とかざわざわした時期があります。ここ、ここ、
ここ、最近ではここですね。ありますが、1月4日の価格から下落しているのはここしかありません。まあ、ここもそうですかね、若干。ということで、最安値ではないですが、1月4日の年初来に買っておけば、1年間ではかなりの安値圏で購入できたという、そういう結果を示しています。ちなみになんですが、私は5月のこのあたりから参入しました。先ほどとダブりますが、本格的に参入したのはこの8月ですね。このあたりですけれども、ちょっと話がダブりますが、最高値で買ったと大騒ぎしながら動画を上げたものですが、ここから見たとしても、現在は、この段階よりも安くなっているのは、ここの段階しかありません。ちなみに私はここで買ってるんですけどね、9月の21日と10月の、まあ何日か、9月、このあたりで買ってるんですけどね。まあ、その月の安値圏で買うという方針で買いました。10万買いましたね。基本は右肩上がりになっています。つまり、年の初めがその年の最安値、または安値圏になっています。ここでも、その年間の最安値は、まあ無視するとして、年の初めはほぼ安値圏ということを念頭にすると、年の初めがその年の買い場ということになりますよね。はい、ではまとめていきます。来年のレバナスへの投資は以下のように考えました。1番、投資は続けるが予算は100万円以内とする。2番、定期積立ではなく最初に40万投入。毎月の下落局面で、と私が思った段階で5番ずつ追加投入する。このような投資形態で1年間様子を見たいと思います。はい。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。これで投資関連の動画は今年最後になります。老後資金でこわごわ始めた投資ですが、現時点で800万を超えています。もう、お試しで手を出しているとは言い難い状況になってきました。来年はどんな年になるでしょうか。月1回は値動きを公開していくつもりですので、興味のある方、またちょっとレバナスやってみようかなっていう思われている方、一緒に値動きを見ていってください。はい。では次回の動画でまたお会いしましょう。サガンでした。See you. Bye bye.